それでは外装を見ていきたいと思います。まずフロントワンパーからですね。結構この車綺麗な車でして、まあ外装はうちの方でですねコーティングしてるというのもあるので結構綺麗です。フロントリップ周りもこんな感じで、まあ、そんなに目立つような傷はないかな。まあちょっと擦ってるみたいなところはありますけどね。バンパーもご覧の通り結構綺麗な状態です。こんな感じですね。続いてボンネット、まあ目立つような本当傷っていうのはなくてですね、へこみもご覧の通りございません。はい、左のフェンダーですね、こちらもこんな感じで綺麗な状態です。ホイールは純正の16インチアルミになります。ただですね、タイヤはもう結構、古いタイヤなので、交換した方がいいかなといった感じですね。へこみなんかはこんな感じで特に見当たりませんね。そして、左側のドア、こちらもこんな感じでとても綺麗な状態です。サイドステップ周り綺麗ですね。左のリアフェンダーも同じく目立つ傷が全然ないといった感じですね。へこみもですね見当たらないですね。とても綺麗、こんな感じですね。はい、そしたらリア行きたいと思います。リアバンパーこちらも特に目立つ傷はないかな。はい、リアウィング、こちらもとても綺麗な状態ですね。トランク含めて綺麗な感じです。で、右のリアフェンダーとね、全体的にもう傷ないんじゃないのっていうぐらい綺麗なんですよね。へこみもこんな感じでないですね。そして運転席のドア、こんな感じですね。サイドステップのここちょっと傷がございますね。そしてフロントフェンダー、こちらも特に目立つような感じの傷はなそうですね。へこみとかも見た感じないかな。ドアも含めて綺麗ですね。最後にルーフ、特に傷はございません。へこみも大丈夫かな。あとこのモールですね、よく剥がれてきちゃってるのはありますけど、まだ大丈夫ですね。こちら側もこんな感じで問題なしと。なのでこのステップ周り結構錆びちゃってる車ってあるんですけど、全然錆びてないんですよね。こんな感じで錆びもなく、結構ボディはサビすごく少ないです。なのでまあ3人の GTR としては結構おすすめの一台じゃないかなと思います。外装は以上です。